女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦、エビアン選手権で、古江彩香が通算19アンダーで優勝し、日本勢4人目の海外メジャー制覇を達成。賞金は120万ドルで、全米女子プロゴルフ協会ツアー賞金ランキングで3位に浮上。渋野ひな子が166万9617ドルでランキング6位。日本勢が3人もトップ10に入っている。 メジャー大会で高額賞金を手にできる可能性も、日本女子ゴルフに期待の声が上がっている。最新の CME グローブポイントランキングが発表され、古江彩香が2位に浮上、西郷馬央は4次期に、西村優菜は51位に交代、渋野日向子は28位をキープし、勝みなみは73位に、佐藤優香、畑岡奈紗は予選落ち。 ランキング首位に立っているのは、今季6勝を挙げているネリー・コルダ、2位にフルエ、3位にハンナ・グリーンが入り、4位にアリー・ユーイング、5位にリディアコと続く。最新の CME グローブポイントランキング上位陣と主な日本人選手の順位は以下の通り、渋野ひな子はランキング28で、日本勢3番手海外メジャー、アムンディエビアン選手権が終了。 最新の CME グローブポイントランキングが発表された。米国女子ツアーの各競技での順位をポイントに換算し、年間を通じての総合的な活躍度を評価する同ランキング。西郷馬央は35位タイで終え、四次期に順位を上げた。西村優奈は44位タイに入り、48位から51位へ交代。渋野日子は51位タイで変わらず28位をキープし、 勝南ミは63位タイから69位へと順位を落とした。佐藤優香。畑岡奈紗は予選落ちし。佐藤は直2位。畑岡は35位へと順位を下げた。稲見萌音は今大会に出場せず、84位へと順位を下げ。吉田優里は158位に順位を維持。ランキング首位はネリー・コルダで。2位に震え、3位にハンナ・グリーンが続く。 海外メジャー今季第4戦エビアン選手権女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦エビアン選手権で優勝した古江彩香を祝福する粋な演出に反響が広がっている14日に行われた最終ラウンド1打差の2位タイで出た古江は通算19アンダーで樋口久子渋野雛子笹生優香に次ぐ日本勢4人目の海外メジャー制覇の快挙を達成した ネット上では表彰式で流れた曲に、粋なことしますね、と感動の声が上がっている。フランスのエビアンリゾートに、日本人にとって馴染み深い曲が響き渡った。表彰式で流れたのは、荘厳な日本国歌、君がよだ。優勝者を称える粋な演出は他にも、空からは日本国旗が降りてきた。パラシュートで運んできた人が震えの背中にかけると、 快挙を達成した24歳は日の丸を羽織ったままトロフィーを受け取った。優勝の演出に国家と国旗を使ったエビアンの配慮に、X 上では日本人ファンから感動や絶賛の声が多数書き込まれた。鳥肌が立った。フランスでは粋なことをする。表彰式で君がよが流れた時。感動した。震えは13番を終えた時点で3打差をつけられたが、14。 15番でロングパットを連続で成功させ、さらに16番も含めて3連続バーディーを決めた。18番のパー5では、強気に池を越えて2オンに成功し、最後はイーグルを決めて体感した。海外メジャー今季第4戦。エビアン選手権女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦。エビアン選手権は14日。フランス。 エビアンリゾートゴルフクラブで最終ラウンドが行われ、一打差の2体で出た古江彩佳が通算19アンダーで樋口久子、渋野日向子、笹生優花に次ぐ日本勢4人目の海外メジャー制覇の快挙を達成した。ラウンド後には優勝者にしか許されない写真撮影を行い、ファンに祝福された。勝った者だけに許される歓喜の一枚だった。輝くトロフィーを胸に抱き、 右手を伸ばした顔には激闘を戦い抜いた充実感いっぱいの笑みがあふれ悲願の海外メジャー制覇を達成した喜びがあふれている優勝者が行う自撮り写真だった全米女子プロゴルフ協会公式 X はメジャーチャンピオンからメジャースマイルと紹介した震えはラウンド後の優勝者インタビューで喜びを語り日本のファンに歓喜の写真を届けてほしい 海外メジャー今季第4戦。エビアン選手権で古江彩香が日本勢4人目の海外メジャー制覇を達成。輝くトロフィーを抱いた古江はファンに祝福された。優勝者が自撮り写真を撮る瞬間だった。全米女子黒ゴルフ協会公式 X は、メジャーチャンピオンからメジャースマイルと称賛した。ファンからの投稿には、ここにもまた、忘れ物を取りに来た子がいた。 メジャーで年間複数名、複数回日本人が勝つ時代が来るなんて、素晴らしい、おめでとう、などの祝福が寄せられた。古江はラウンド後の優勝者インタビューで、ありえないくらい嬉しいです。今まで緊張したことないくらいだけど、最後にかけて緊張してきた。しっかりと良いプレーができて、メジャーチャンプになれて嬉しい、と喜びを語っていたが、 このような歓喜の瞬間は1回だけでなく、2回、3回と日本のファンに届けてほしい。ザ・ ENSWER 編集部。海外メジャー今期第4戦。エビアン選手権女子ゴルフの海外メジャー今期第4戦。エビアン選手権は14日。フランス・エビアンリゾートゴルフクラブで最終ラウンドが行われ。一打差の2位タイで出た古江彩香が通算19アンダーで。 樋口久子、渋野日向子、誘う優香に次ぐ日本勢4人目の海外メジャー制覇の快挙を達成した。セレモニーでは日の丸が空から降ってくる粋な演出もあり、古江本人も感動を与えてもらったと驚きながらも感激を示した。思わぬ場所から祝福がやってきた。パラシュートで降下してきた人が持っていたのは大きな日本国旗。背中にかけてもらった古江は嬉しそうに日の丸を羽織ったまま。 表彰式でトロフィーを受け取った。大歓声を浴びながらトロフィーにキス。バックでは君が代も演奏された。メジャー初制覇を彩る粋な祝福の演出を目の当たりにした震え最終18番で、震えがイーグルを決め、西村優奈西郷真央、勝南山下美優らが見守る中、ドリンクシャワーで祝福された。 2000年生まれのプラチナ世代と切磋琢磨してきた西村との抱擁が感動を呼び、ゴルフ界の歴史に残るシーンとなった。海外メジャー今季第4戦。エビアン選手権女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦。エビアン選手権は14日。フランス、エビアンリゾートゴルフクラブで最終ラウンドが行われ、1多差の2位タイで出た古江彩香が通算19アンダーで、樋口久子。 渋野日向子、誘う優香に次ぐ日本勢4人目の海外メジャー制覇の快挙を達成した。優勝後の記念撮影では意外な場所に座ってにっこり。米ファンから、小さなお人形さんみたい。かわいい女王といった反響が寄せられている。また違った景色が広がった。メジャータイトルを手にした古江は記念撮影。コース内に設置された。 EVIAN のモニュメントの「愛」の上に優勝トロフィーを置き、自身は「A」の上に座って笑顔で V サインを作った。全米女子プロゴルフ協会ツアー公式インスタグラムは、「優勝の光景」と題して2枚の写真を公開。日本人ファンからは、「ようから似合うわ。ちょこん。とかわいい。笑顔が満点。」といったコメントが寄せられている。 古江は全米女子プロゴルフ協会ツアーメンバーの中で最も小柄と言われる153センチだが、その偉業は記録にも記憶にも残るものとなっているようだ。ザ・ ENSWER 編集部。